それでは山本選手の試合後インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせいただいてよろしいですか。はい、ですね、まあ、試合はすごい強かったんですけど、やっぱ何よりそういろんな人に応援していただいて、まあ、期待を持ってくれた人たちにすごい申し訳ないなと思うんですけど、まあそれを何ですかね、もっともっと強くなろうって思いました。ありがとうございます。今とても顔面痛そうなんですけれども、はい、やはりケラモフ選手の打撃っていう部分はかなり被弾というかパワーというのを感じましたでしょうか。そうですね、すごい、もうイカズチとは聞いてたんですけど、まさにそれだなと思うぐらい将棋が強かったです。1ラウンド最初の方はかなりこう関節蹴りをされていたように思うんですけども、こう作戦、当初の作戦というのはどういった作戦だったか教えていただけますか。そうですね、関節蹴りを打つというよりかは本当は三日月を狙おうとしたんですけど、一発目確かキャッチされてしまって、ちょっと打つのが怖くなってしまって、またテイクダウン取られるんだろうなと思っちゃって、そのテイクダウン取りにくいまたは前に出にくい関節を狙おうという切り替えたんですけど、まあ正直でその今まで組み立てた作戦を無視したような形になってしまいましたね。まあ、無視するぐらい相手がこうその作戦を上回ってたというようなところだったんですか。そうですね、自分の実行する力が足りなかったっていうのもそうですし、ケラモフ選手 その何ですか、自分の組み立てた作戦をぶっ壊すような力強いテイクダウンが自分の動きを出せなかったのかなと思います。ありがとうございます。対戦相手の印象というのは、そのパワーだったりっていうのが想定していたものよりもかなり大きかったという印象だったんでしょうか。それともその他にも、想定していたよりも違う部分はありましたか。そうですね、パワーはもちろん強いとは思っていたし、あれぐらいはあると思ったんですけど、何よりかも決めに来るスピードとか、もっとフィニッシュを狙ってくるのかなと思ったんですけど、そうですね、フィニッシュを取られないっていうか、まあ、取ろうとしたのかわからないんですけど、なんていうんですかね、自分を徹底的に多分潰そうとして攻略された感じがして、そうですね、もっともっと研究、自分は対戦相手はあんまり研究しない方なんですけど、もっともっと研究して強い選手にもなんですかね、打ち勝てるようなその作戦、そして基礎的な能力を上げていきたいなと思いますね。ありがとうございます。それでは試合を終えたばかりなんですが、今後の展望というのを教えていただけますでしょうか。そうですね、まあ、負けてあれですけど、やっぱり自分はもっともっと強くなって、すぐにでもベルトを取りたいと思ってるんですよね。それで、まあ、すぐにタイトルマッチやらせなんてもう負けた自分が言えないんですけど、そうですね、まあ、ケラモフ選手には勝てなかったですけど、他の選手には勝てるかもしれないんで、まあ、勝つので、もっともっと同じぐらい強い選手とかと当ててほしいですね。もう今回白川陸斗選手の代わりに出たんですけど、正直それのせいでっていう思ってなくて、逆に自分の成長につながったってすごい思ってて、すごい白川陸斗選手にはすごい感謝していて、こういうなんですかね、まあ、ライトでも、まあ、ちょっとバンタムは時間ないときついかもしれないですけど、ライトで欠員が出たら呼んでもらえればすぐに出るので、また呼んでくださいって思います。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、では順番にお願いいたします。媒体名とお名前とご質問お願いします。ライターの橋本です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。やっていて、もう下から取りに来るのは向こうがもう研究していて、だいぶ警戒されて取れなさそうだなっていう感じはありましたか。それとも最後まで取れそうな感じはありました。正直取れるんだと思うんですけど、気持ちで負けちゃいましたね。多分今考えると取れるタイミングだったり、今まで習った技はいっぱいあって、それを出せば、あそこからどん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 動きを変えていけたんですけど、自分がその打撃に屈してしまって動きを悪くしてしまうっていうところがあって、それでカイラゴン戦と比べて下からの打撃も少なかったので、もっともっと肘を打って相手の体を突き放して動くっていうのを増やしていけばよかったかなと思うのもそうですし、テイクダウンを簡単に取られすぎるのがやっぱりこれ今の課題なので、まずそういうのを直していきたいですね。まあ、正直取れるとは思います。今でも思ってます。途中セコンドのお父さんからもあったと思うんですけども、やっぱり
下から決めに行くっていう魅力もありつつ、ある程度以上トップを取るっていうのもこれから大事になってくるのかなっていう。はい、そうですね。トップを取ることは、まあ、今の MMA 自体すごい大切なことだと思いますし、そうですね、下から狙うっていうのは取れなきゃ全くもって面白くないと思うんですよ、あの見ているファンの方たちは。だから下になるんだったら取ってなんぼだと思うので、上になればまあ、どん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 パウンド打ってあの勝てるはすると思うんですけど、下になるからにはどん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 取りたいですね。ただ先ほどのコメントもありましたけども、やった感触としてやっと自分はこう選手同士の噛み合わせみたいのはあるけども、このレベルにはいけてるんだなっていう感触はあった。そうですね、レベルに達しているとは思ったかって言われると、そうですね、まだまだ一歩足りないんじゃないかなと思いますね。精神面ですごい足りないところが多かったかなと思いますね。やっぱり試合前になってちょっと怖くなってしまったり、自分の勢いを出せないところがあったんで、もっと精神面でも成長したいと思いましたし、技術または多分そうですね、パワーとレスリング力が足りないと思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いて、はい、媒体名お名前ご質問お願いします。はい、英語学と熊コース、お疲れ様です。はい、先ほどまあその、まあ、代打出場も感謝してますとおっしゃってましたけど、その前回の試合からスパンが短いことは試合には影響しなかったと考えてますか？多分影響はしてないと思います。そうですね、正直試合を勝つ負けはすごい大切なんですけど、自分まだ21で、まあ、今年22になるんですけど、チャンピオンになるのは29、30で世界を取りたいと思ってます。それまでに今試合できるんだったらどんどん試合したいですね。自分がもしも26、27で体を少し痛めてしまったりして、試合が年に数回しかできないってなってしまうのはすごい怖くて、今のうちにできるだけいっぱい経験を積んで成長したい。やっぱり、まあ、試合数を積めば強くなれるかって言われたら、まあ、違うとは思うんですけど、まあ、場数もすごい大切だと思うので、まあ、今回ライジンさんにその選んでいただいてすごい感謝してますね。先ほどその、決意が出ればすぐにでも出たいっていうのは、もう試合の数をとにかくこなしたいっていう。そうですね、フェザー級に関してはほぼ自分ナチュラルなので、体重全然減らさなくて大丈夫なので、1週間前、まあ、3日前とかでも全然落とせると思います。ライトだったらもうそのまま出ますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？はい、ではお願いします。北海道出身の、まあ、有名選手ということで西川大和選手を含めて、まあ、珍しいと思うんですけど、今まで、まあ、すごい上り調子できて、今までのやり方が正しかったというふうにはもちろん思ってらっしゃると思うんですけれども、なんか今ちょっと負けたことで練習する場所を変えてみたりとか、そういったことに興味がありますかっていうことです。そうですね、練習を変え、その場所を変えるっていうのは全く興味なくて、そうですね、やっぱり合う合わないがあると思うんですけど、自分に関してはいろんなところに行って強くなるタイプではないと思っていて、一つのところで集中して練習する。そして会長はその今自分に足りないものを見てくれて、長期的に育ててくれているので、その短期間で強くなる選手なんてほとんどいないと思います。ただ長期的に会長が、今年はこれをやろうとか、今年は何をやろうって考えてくれてるんで、ずっとついていこうと思います。それがもしも1ヶ月間ちょっと出稽古行ってこいっていう考えなんだったら、それについていきますし、いやまだ北海道でも成長できる余地があるんだったら、北海道にずっと居続けようと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？はい、お疲れ様です。エンカウントの島田と申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。先ほど試合前にちょっと怖くなってしまったっていうお話が出てたと思うんですけれども、そのどんなことが怖かったんですか？そうですね、自分は試合相手に対してパンチをもらうとかそういうのは怖いんじゃなくて、人に期待を持たれてしまうとすごい緊張してしまう節があって、なんかふと自分 の, その SNS とかどうなってんだろうなみたいな、 SNS あんまやってないんですけど、見ることはできるので見て、あ、期待されてるなと思うと、ここで負けちゃダメだなと思って体が硬くなっちゃう自分がいるので、ちょっとあれですね、そういうのにもみんなの思いとか事務生、自分と同じ事務生が応援してくれてるのを背負って生きていける男になりたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。